久保さん、朝一からホワイトボードでがっつり喋っておきましたね。まあ、あの、商品の方で、ね、ようやく本申し込みの方も締め切り終わりまして、いややり切った感じがありますけど、売ってもまだ取るっていうね。<laughs> ま、久保さんが言ってた通り、ね、去年か一昨年まあセールス始まるんで、このやり取り一旦止めましょうみたいなね。 言いままししたたけどそうやり方を変えましたね止めずにできる方法を模索して今年から僕はあのこれを限定公開でね公開するっていう限定公開で久保さんにお送りするっていうでプロモーション終わってちょっと経ってからあのなんだ、えー、動画の方を公開するっていうまあやっぱねまあこれはねお客さんのことを考えれば分かるんですけど1日2 3 0分とかね10本アップしてたら やっぱ見切れないし、何が何だか分かんなくなるんで <laughs>。プロモーションやってるときは、そこに集中して、公開動画をこう、なんだあのー、操作するっていうのをね。だからもうね、久保さんね、もう限定公開の動画、もう300本溜まっちゃいましたね。<laughs> 300本 <laughs>。まあちょっと来週ぐらいに公開しようかな。300本一気にね。だからその、300本一気に公開するから、チャンネル解除しとけっていう動画も撮るっていうね。 いいなと思って。ちょ、この日に300本一気に公開するんで、チャンネル登録解除してくださいみたいな。<laughs> っていう動画も撮るっていう。告知ですね。300本公開しますっていう告知動画も公開するっていう。<laughs> それ、ちょっと面白いなと思うんですけど。300本公開しますみたいな。まあ多分 YouTube やってる人でも、1日で300本いきなり公開とか多分ないですよね。多分ないね。<laughs> 久保さんもやったことないでしょ。1日300本公開一般公開するの 僕もね、結構ね、300本、この前200本ぐらいだったんですけど、なんか日々ああ上がってますね。<laughs> そう。まあまあ、やればね、簡単になってくるんで、うんなさ,そうそうさっき撮ってた動画もね、まあ、久保さん、動画撮り終わった後久保さんの動画、まあ、聞いたんですけど、やっぱなんかシンクロニフィティだなっていうね、シンクロしとるな、みたいな。 か僕は動画で言ってること久保さんがまたなんかリピートして言ってて何なんだこれみたいなね <laughs> 何なんだこれみたいなまあだから今はねもうさすがにもうね久保さんとのやりとりももうね4000本ぐらいですよね多分ねもう、まあ、ほんと空気になっちゃいましたねうんそう まあ逆に言うと限定公開でやってるんで僕はそのね表上には全然見えないから逆に今やりやすくなりましたね前はなんか公開動画撮ったら公開動画撮ったら公開っていうのが当たり前だったんだけどもあこうやればこうなこうやればできるなみたいなだからなんだろうなまあ手持ちのカードっていうね億万長者合宿でこういいワードが出てきたんだけど手持ちのカードもどう出すかですね そうどう出すかによって勝てるか勝てないか勝率勝率変わってくるじゃないですかそれはまあ,あの手持ちのカード、まあ、UNO とかねまあポーカー分かんないですけどその自分が今持ってるまあ麻雀もそうだと思うんですけど手配ですよね自分が持ってる手配をどう、まあ、捨てていくのかどう出していくのかによって勝敗勝率変わっていくと思うんですけどだそのだ自分が持ってるカードをどう出すか どう,どう順番に出していくかっていうこれ結構大事ですねただただただ手持ちのカードを使うんじゃなくてなお手持ちのカードをまず手持ちのカードがあることに気づくそして手持ちのカードをどう出していくかっていうのを思考するそして、えー、自分の価値のパターンを見つけていくっていうねうんこれが結構いいんじゃないですか手持ちのカードの順番みたいな <laughs> そう,そうまあでもマージャンでもそうですよね 何を切るかっていう。まあ、あれは切ってると思うんですけど。うん。まあ、切り方によって、逆に言うと、どう切るかが勝負じゃないですか、麻雀って。自分の手配をどう切っていくかが、多分、ほぼ。まあ、すみません、僕、麻雀詳しくないんで分かんないですけど、多分、まあ、あの、赤木は見てたんで、赤木は。赤木もね、あの、多分、切り、赤木もね、切り方なんですよね。その、そこで、それ出すか、みたいな。 ということは赤木は今持ってるのは手配はみたいな。<laughs> このもう捨、捨て、捨てて、捨て配から推測していくんで、相手は。赤木もそうですよね。そこでそれを切るやつなんかいねえ、みたいなね。<laughs> どういうことだみたいな。そう。あのね、赤木の僕好きなやつがあって、この、一個残すみたいなのあるんですよ。一個だけ残す。で、なんか立ち去るんですね、赤木が。 もう、もう、相手が出す手配が分かる。あの、切るやつが分かる。上がれるみたいな。お前、それは何なんだ一個はみたいな。<laughs> あれ、めっちゃ好きなんですよ、ね、あのシーン。そう。あのシーン、めっちゃ好きっすね。もう、全部緻密に、も赤木が、もう、なんか誘導してね。もう、最後の、この、一つだけ残して、立ち去るっていう。もう、見る必要はないと。あいつがもう、出す、切るやつはもう分かってるみたいなね。上がれる。何なんだみたいな。 俺、俺が何を切ろうとしても、こいつは分かってんのかみたいな。<laughs> うわーいって。あれ、超あれね、あれ、神シーンですね。僕の中で赤木の神シーンですね。じゃあ赤木の神シーンとかにしてみましょうか。いってらっしゃい。